はい、皆さんおはようございます。みつるの日常です。今日なんですけど、お仕事がお休みなので、今日も一日ね、Vlog という形で動画に撮って残していこうと思います。今時間が朝の5時過ぎです。朝というかもう早朝ですかね。久しぶりにこの時間起きてますけど、なんだろう、なんか今日はすごい目覚めが良くて、朝すごい早く起きれたので、とりあえずエニタイムの方に今来たという感じになります。今からエニタイムで後ろにね見えると思うんですけど、家の近くのエニタイムでトレーニングして、その後にお休みなんですけど、まあ、仕事というかエマとのアパレルの撮影がちょっとありますので、いつもね一緒にカメラマンとして、一緒に活動してくれている森安君とね、今日は2人でこれから1日かかるかな、多分朝から夜まで撮影して、ちょっとねいい作品を撮れるように頑張っていきたいと思います。まあ、そこもね、あの撮影の様子とか、まあ、2人の今日のちょっと1日の行動の様子とかも撮れる範囲になると思うんですけど、回していければなと思います。ではまず、朝活ということでエニタイムで、今日は胸とちょっと腕をサクッとやろうかなと思ってます。はい、ちょっとね最近なんかあったかくなったなと思ったらまたすぐ気温が下がってきて、ちょっと前まではねなんかこう半袖とかでも過ごせたんですけど、今日も朝すごい寒くて、今ヒートテック2枚にパーカーを着ております。メディアに着きました。24時間近くです。知ってるか。 OK、 じゃあ入っていきましょう。いきます。はい、今トレーニング終わりました。今日はちょっと胸だけサクッとやって腕やろうと思ったんですけど、もう6時過ぎちゃってて、この後シャワー浴びたりとか、あとちょっとコンビニ行ったり、いろいろね迎えに来てもらうまでちょっとやることがあるんで、とりあえずはこんな感じで今日はサクッとやりました。じゃあちょっと急いでシャワー浴びて、一応7時半には家に多分迎えに来る手でちょっと今日準備してるので、早めに着替えて準備して、今日の荷物がすごいたくさんなんで早く準備してちょっと待ちたいと思います。では早速シャワーに入っていきたいと思います。シャワー浴びて髪をしっかり備えてセットしました。でも出るようにちょっと首がスッキリしたのにしました。結構撮影の時って上も下もそうなんですけど、脱ぎ着するので髪の毛がね自分崩れやすいので、その辺もちょっと配慮して今日は以上になってきました。わ、結構眩しいな。だいぶちょっと天気も今日は空もね雲が全然ないぐらい綺麗なので、いい撮影ができるんじゃないかなとは思っております。ございます。今日はこんな感じで、今日はねサンプルが盛りだくさんなんですよ。今ね海浜幕張にちょっと来てまして、前回撮影した場所と同じなんですけど、今回もねちょっとありがたいことに A マットのモデルをちょっとやらせていただけるということで、何枚かねちょっとサンプルをいただいて、これをちょっと今から
人で撮影していくっていうような形です。2人でね撮影しながらやってきますので、ちょっとじゃあ長くなりますが頑張りましょう。よろしくお願いします。お願いします。はい、ファッキングキュリビアみたいに最初はあの商品撮りっていう形で、まあ、この商品をメインにちょっとあの僕じゃなくて、まあ、着るんですけどね、商品をメインにしっかり皆さんにお届けできるようにちょっとまず撮っていきます。午前中は多分そんな感じかな。そうだね、午前中は商品撮りメインで、で午後はまあお昼挟んでインスタとかに載せるような写真、もう本当に人物像も含めて撮るような感じで、幕張メインでちょっと今日は、回っていきたいと思います。奥まで行かず手前で撮る、うん、A マットの2シーズン目かなで撮ったところですね。うん、了解。じゃあ荷物置いて、そうだこの辺に。午前中の部終了です。疲れましたね。疲れたね。もう疲れちゃった。言えないけど、ね、うん、チートデイですか。毎日チートデイ。とりあえず一旦お昼休憩でございます。うまそうだな。やっとチートデイだ。すいません、減量中に。いい、全然。まあ一旦お昼挟んで、太陽の関係上2時ぐらいまで撮影がちょっとできないんでね、ちょっとお昼挟んでちょっとまあこの辺ショッピングしてって感じかな。スタバ、スタバか、まあ、フードコートとかでもいいんじゃない。ちょっと今イオンモール幕張新都心に来ております。今からちょっとねさっき撮った写真をちょっと選んでいきたいと思います。 Wi-Fi をつなげたいな。よろしくお願いします。これは前回で、懐かしい、だいぶ前のやつ。この時夏だったんですよ。うん、クソ暑かったもんね。植物園だからなおさらだよね。なんか灼熱時刻だった記憶ある。これから2人で大事な選別をしないで。同じ価格でこの2枚だね。こういうのだね。うん、こちらだ。スピントが合ってないわ。近い方がいい。うん、ピントの問題。こっちか。うん、こっちだね。あ、待って、どっちもいいな。了解。うん、2枚入れとく。ザ商品撮りって感じだね、うん、本当に。まあ、こっちにして、うん、まあ、クロップで、うん、はい、ちょっと切る、うん、どっちがいいですかこれってデザインだよね。ここのさ、それデザインだよね。デザインだよね。そんなに後ろにやばいっしょ、さすがに。どっちかは選ばないと。これ横の全体写真だから。そっちだ。こっち、うん、お疲れ様でした。よっしゃ、疲れた。またちょっと。マジ疲れたね。まだ終わってないからね。そうなんだよね。うまそう。ですね、撮影がちょっとさっき4時半ぐらいかな終わりまして、今ちょっと帰ってるところなんですけど、一旦ちょっと荷物をね自分家まで戻して、その後また今日撮った写真をまあ全部ね、あの最後確認して提出するデータですかね、ちょっとまあ確認する形になるんで、今日はまだまだちょっと夜まで長くなりそうなんですけど、写真のね、ちょっと選択をしていきたいなと思います。